まあ、大事なのは触りたくなるっていうところだと思うんですね。このサテライトウォッチを広く世の中の人に使っていただきたいと。今までにない何かを加えて今までにないものを作る。まずこの F100 の最上位にはコンセプトとしてスピード、モーターのスピード自体を非常に速く今までにないスピードを、スピード感をどう表現するかっていうのを突き詰めていくといろんな問題があって、まあ、F100 に関わったメンバーっていうのはこう新しいものにチャレンジするっていう強い意志を持った人たちが集まったんじゃないかなというふうに思っています。自己を表示する秒針、分針、時針とそれぞれの針を全て独立のモーターで全く同時に非常に速く動かすと、使ってストレスがないっていうその感覚を何としても実現させたかったっていう。とにかく毎日もう 0.01 秒でも受信のスピードを上げようと、で実験をしてデータを取ってプログラムの修正点を見つけてひたすらこう同じことを続けていくんですけども、プログラムのバージョンとしては数千バージョンあると思います。今までやってきたデザイナーとしてのバランス感覚というか、細い面を光がピューって走るそういう感じで速さを表現できたらな、まあ薄さを備えながら。世界最薄のところはもう最初から絶対やらなきゃいけないというところが決まってましたので、それをどこまで薄く落とし込めるかっていうところが一番大きなテーマかと思いました。この薄さを実現するためにはメカ設計の部分と受信のところと、まあ、両方かなり高いハードルを課さなきゃいけないんですけれども、100ミクロン 0.1 ミリの単位でいろいろ薄くしようとやってまして、ここをもう100削ってもらえないかだとか、そういうことはしょっちゅうやってます。どんな手を使ってでもまだできることを検討し尽くしたいとは思います。部品にしてもそのアルゴリズムにしても、まあ、お手本がないんですね。そういう意味ではこう暗い中をこう模索していくような作業ですので、どう乗り越えていくかっていうのはやっぱこの時計は多くの人に使ってもらう時計だっていう強い意志とチャレンジし続けるっていうところだと思います。非常にいいものができたとは思うんですけど、まあ、これで達成して終わりというわけではないので、まあ、実際にはまだ道半ばっていうか、まあ、もっといい時計をどんどん作っていきたいなと思います。